こんにちは、遠藤です。ブラックスクワット。今回はチームデスマッチじゃないや。爆破モード。5対5の爆破モードやっていきます。で、いきなり始まったぞ。こっちは防衛で、このマップわかんねえんだよな。まだこのマップ1回ぐらいしかやってないからよくわかんないんだけど。お、今2人いたね。ちょっとじゃあやりますか。1人目だ。頭を抜いて、逆に抜かれる。ね、無理して出なきゃよかったね。あ、もう3対1でしょ。絶望的じゃん、これ。ブラックスクワットね、ちょっとここ1週間もやってないか。3日4日ぐらいやってみたけど、ちょっとね、人が少なすぎるのかなっていう印象を受けたね。どうもね、ちょっと人が少ないわ、これ。5対5の少人数の爆破とか好きなんだけど、そういう部屋があんまなくてね。AI 戦がなんかすごい多いんだよな。なんだろう、あれ面白いのかな。AI 戦の部屋が多い。つっても、1人2人でしかやってないみたいだから、多分なんか、エイム調整かなんかしてんのかな。それを除いちゃうとね、部屋数はもう全然少なくて。なんだろうな、こういう5対5の部屋なんて1個か2つぐらいしか立ってないんだよね。だからもうそこが埋まっちゃったらもうできないんですよ。で、もうちょっとね、人がいればいいんだけど、まああんま流行ってないのかな、こういうゲーム自体が。おっと、上から敵が飛んでくる。1人やって。あ、でね、武器もね、変えました。ちゃんとね、アイアンサイトじゃちょっと見づらいんで、ドットサイト。これなんだろう、倍率が高いかな。英国かなんか。まあ、こういう、ちゃんとね、点でエイムできるようなサイトで、これ今見た、2つついてるんで、サイトが。1個2個とついてて。で、近距離を遠距離をって使い分けれるんで、なんか面白いなと。これスカーね。スカー H か。で、ブラックアーバンっていう、なんかね。ポイントの、最初の方にポイントもらったんだけど、それでガチャ回したらいきなり出てきたよ。結構使いやすいんで使ってますね。弾20発しかないのがちょっと嫌だけど。とか言ってるうちに、勝手に勝ってしまう。何もしないよ、今回。さて、2戦目。このマップどうなってんだ？結構入り組んでるな。ちょっと裏から A の方を見に行きましょうか。ちょっとどっから敵が入ってくるかは、まあ、なんとなく想像つくけど。ここ A 守るんなら、この辺出なくていいのか、これ。まあ、味方も詰めてるんで、ちょっとラインを上げていきましょう。で、覗いて。そう、ちょっと近い場合は、これで覗くのがいい。いない。ちょっとじゃあ戻って真ん中の方に。え？ あれなんでだ？いつの間にそっち入られた？中央抜けられた？おかしいなぁ。どうやって入ったんだろう。まあ、まだまだね、知らないマップなんで。ちょっとこれはもう、気をつけなきゃな。ここで今出るかもしれないからな。B 入られてるね。ちょっと B 援護に行きましょうか。お、銃声が聞こえる。敵が撃ってますね。下？真下？真下ってどうなってんだ？真下に行きたい。ここから入るのか。いた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 。あいつを背中から撃ってく。C4 落としたね、今。で、2対1か。C4 取りに来るのかな？こっちか？ちょ、カバーできる位置。おっと、C4 取った音が聞こえたんで、足音立てずに、近づいて。お、これは設置してる音だな。ゆっくり頭を狙って撃つ。まあね、時間もなかったから設置するしかないよね。ああ、こう、B が結構円形になってんのか。まあ、もう一回 A を見に行きましょう。誰も行ってないんで。
で、どうなんだ、まともに守るんなら、この辺でこもってた方がいいのか。あー、見えないな。この箱かな？ここ、この有利ポジションを取って、これ見えんのかな？あ、来た、足音がある。足音聞こえる。ヘッドを狙っていく。後ろ、そこ入れんの？そこ入れるんかい。あ、なんか道あるな。細い道があるんだけど。A 裏とかあんのか。いいね、3対3。ショットガンとかもあるんだな。ショットガン強いのかね。ボムを投げて、今、2対3か。カズでは有利。さあ、カズの有利をどう使っていくか。2、1で動いてんだな。で、A に戻ってきて。ここどこどこだ、ここ。こんなとこあんの？おー、潜れるようになってんだ。はいはいはい、登っていく。他の人は？これショットガンか。スナイパーとショットガンと AK。AK12 ってバトルライフルだよね。あ、設置してる音が聞こえるが。あ、ちょっと歩ってるね。歩ってる歩ってる。歩ってる。探してんのかな？敵。あ、今顔がちらっと見えたね。設置してる。あ、今いいんじゃない？今撃っちゃっていいんじゃない？撃ってるよ。うい、こうやって頭撃って。わかんねえやな、そこ。もう一人。あ、やれちゃった。でも、結構削ったから、二人でかかればもういけるんじゃないかい。おっと、これ、どうにだ？ショットガン。あ、ショットガン、いいかもね。ショットガンいいかもね。B じゃないよ。B じゃないよ。この人がショットガンで。あ、AK に持ち替えた。そんなに、ちょ。あ、あれいないな、もう。敵。あれ？もう一人は？いつの間にか死んでた。なんだ、勘違いしてた。ホテル1さんか。さて、もう一回 A 行くぞ。他のとこもね、ちょっと守ってみたいんだけど、裏を見ておきたい。あ、ここ？ここ登れんのかな？行けるような場所は、ないけど。まあ、向こう側からしか来れないのかな？ってことはちょっときついな。ここで守っちゃダメかもしれない。ここから見えんだよね、きっとね。へー。これは確かにきついな。どうしよう。もう結構時間経っちゃったし、攻め込まれてるとしたらもう入られてるよな。ただね、なんか野良の5対5って結構みんな設置しないで攻めてくるんだよね。普通にチームデスマッチしてくるから。今言ったね。あれ？死んだ。味方か、今の。何もしてねえ。散歩してマッチした。で、攻守交代。こっちが攻撃か。どっちから行こうかな。さあ、ターゲットを破壊せよ。C4 取って、まずみんなについていきましょう。どう言ってんだ。 B に一人行って、おっと、真ん中いきなりやられる。上にいる。あ、ショットガンか。しかもやられちゃったでしょ。でも相手ショットガンだから離れて撃ってればね。おっと、弾が20発ちょっときついか。いでででで、で爆弾痛いな。あ、ショットガンだからな、近づかないから大丈夫でしょ。出てこないか。いや、どうしよう。2対3か。合流した方がいいかな。どうしようかな。まだいんのかな。まだいる！まだいる。ずっと見てるよ。もういいや。ちょっと A 行っちゃいましょう。念のため、後ろを警戒して。これでね、後ろから撃たれたらアホだからね。一人やってく。手追いかな、今のは。
気づいた。こっち来てくれた。ちょっと、援護、援護頼む。よし。これはもう A 設置でいいでしょう。2対1だからね、そうそう、負けることはないとは思うが。で、ここにいきなりでね、出てきてやられたりとかするんで。ね、油断した時にやられるんだよな。で、設置して、いや、どっから出てくるのかわかんねえんだよな、こうなったら。いや、裏もね、取れるからね、ちょっと味方には裏を見てもらってるつもりで、おっとっと、目の前に出てきた。よかった。見てるとこ出てきてくれて。ただ、クリックするだけ、みたいな。さあ、次はどっち行くんだ。さあ、みんなの動きは真ん中か ?B1 人、真ん中3人って感じだね。さあ、どうしようかな。おお、いきなり味方やられちったよ。え、もう来てんのそこ。ちょっとやばいか。で、こっちには?あー、ショットガンくんかな?ちょっと入ってきた、入ってきた、入ってきた。ちょっと待ってね。来るよね、これ。来た来た来た。もう攻めるね。一人、弾がない。そう、ちゃんとヘッドショット狙わないとな。弾の消費が激しいな。20発の弱みがここに来て出てしまったか。で、3対2か。さあ、どうなるかな?コミカでやられる。さあ、AK の人、スナイパーの人。C4 を取って、攻めていくか?ショットガンくんってもう倒したのかな?あ、俺が倒したのかな?お、ナイス。いいですね。2対1。これ、やっぱ味方が強いと楽だね。味方が強くても何にもしなくても勝てるわ、俺。で、二人で行動して、いいね。お、音がしたね。これはいるぞ、後ろに。お、どこ向いてんだ後ろ向いてるところを撃って、勝っちゃいましたね。あ、爆破はこんな感じで、なんかやっぱ5対5の爆破が楽しいね。なんか20対20とか、人数多い爆破は、ちょっとだれちゃう。ってことで、今回、爆破やってみました。以上です。